皆さんこんにちは、スプレアートで述べるちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日はちょっと日本のすごいことを一つについてお話したいと思います。その一つは安全。安全ってなんか今日ね、何かあって携帯なくしました、忘れた。ちょっとね、買い物のいて買い物の途中で、あ、ちょっとトイレ行きたいなって思って、トイレ行ったら、なんか携帯忘れた。で、その後は、まあ、どうしよう。で、まあ、とりあえず、またトイレに行って、もしかしたらトイレしかないと思って、トイレに戻って、なかった。携帯は、戻ってこないわよね。だけど、まあ、ちょっと、インフォメーションのとこ行ってみたら、あ、そうだね、携帯誰か持ってきたよって。本当に結局誰かね、優しい人がその携帯を見つけて、インフォメーションのとこまで持っていったんです。で、多分今見てる人はそれで、そしたら何思ってるでしょ。だけど私はメキシコ人で、こんなことはすごい感動した。メキシコだったらね、95% の確率がその携帯はもうバイバイ。そうだね、それはメキシコの良くないこと。なんか今までね、なんかもし何かね、私のものじゃないものがあれば、なんか触らない、なんか触ったらもしかしたらなんか問題、触らない方がいいって思ってたけど、まあ、そうじゃないんだな、はあ、まあそれだけ話したかった。日本本当にいいということで、まあこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あと質問とかコメントとかあればぜひ置いてくださいね。ありがとうございます。